アウです。はい。あ、そうです。早速挨拶を忘れる。そうそう。じゃあこの休みのしばらくの予定は何かやることあるんですか？いや、ないです。特に。特にないけど、いや、でも、なんかやらないといけないっていう、こう、プレッシャーがあります、なんか今、この時間になんかやらないと、まとまったね、時間だもんね。そう。やらないといけないなっていうのと、やりたいなっていう気持ちとありますね。この休みで結構ズームの使い方もだいぶ覚えたし、便利ですね。いいな。いや、俺のズームじゃないけど、サインアップの画面は、なんか乗っ取られてるよいやでも多分あれはもしかして PC 用のやつが読み込まれてて iPhone 用とかないのかな。ちょっと僕も調べておきますね、それ。多分、そうだね。異常な姿を見せてきたから、そうだよね。あれは 良あれくはない怖いよね。あれ絶対入っちゃいけない怖やい。つだよね。 確かに。岡君あまり映画とか見ない？見てないね、あんまり。普段。前教えてもらってからは見てないかな。パターソン。パターソンとバードマンと、ああ、そうそカウボーイもちょっとは見たう。け見ど、た。全部は見てないバードマンすごい好きな映画でな。あれは良かったっすよ。あれいいですよね。なんか本当最後のシーンがなんかどう撮るんだろうみたいなね、感じの終わり方で、結構合計で8回ぐらい見てんじゃないよ。10回見たかもしれない。なんかワウワウとかね、ネットのやつでも見たし。最後どう撮るんだろうね、みんなで。パターソンは単純にやっぱジム・ジャームッシュすげえなと思った。 なんなんかか真逆の2つそうだね、逆なんだよね、あれね、かなりね。バードンとパターソンは真逆だと思ったんだけど、で確かもに。どっちも面白いよね。どっちも良さがあるし、パターソンってあれだもんね、なんか事件が起きそうで起きないっていう逆サスペンスって言われてて、なんか何も起きないんだよね。あのちょっとなんか予感だけさせるだけっていうね、結果ね。それがすげえいいし、あんまり詩を題材にするなんか映画とか物語って書きづらそうなイメージあるけど、あれはすごいうまくいってるよそうなんだ。あれ見ました。ね。なんでしょちょっと一気に飛んで申し訳ないう。けど、また戻りたいんだけど、最果てた日の、なんだっけ、夜空は最高の人だっけ。あ、まだ見れてない。普通にアマゾンとかあるもんね、プライムでね。なんか、あれ、詩の本を映画にしたって言われてあのて。原作の本はね、見てるよ。あ、そうなんだ。僕、原作はチラッとだけ見て、映画も見てない だけど、でもなんか気になる存在ではあるっていう。あれだよね、なんかコラボか何かでホテルかなんかでイベントもやってたもんね。なんか、シノンホテルみたいな。あるよね、今でもね、シノンホテル。シンのホテルみたいな、やってましたね。もうあったのかな。なんか、部屋に、至るところに石が、そうそうそうあれそうするんだよそうそうそね。う。
机の引き出し開いたらあったり、うん、なんかアトラクションみたいな感じ。うん、なんかね、結構下でも最近見てないな、刺繍とかも。結構本もだんだんこうなんか集中力欠けちゃって、今までカフェとかねちょっと外に出かけて読んでたんだけど、家の中だとなかなか読み進められなくて、うん、ちょっとね読書力みたいなの落ちてるかもしれない今。うんうんうん、本は自分も読める時期と読めない時期あるな。最近は読めないな映画も映画を見れないし本も読めないしインプットしたいねインプットじゃないね。あ、そうだね。まあね、しばらくちょっと行き来できないもんな。うん、うん、これはこのさラジオチャンネルはさこんなめっちゃゆるいんだけどなんか、うん、やっぱお題をなんかね今後ちょっとお互いだリレー方式で出してもいいかもね。あのあれであれみたいな感じで前のね、うん、プロレスみたいな感じで、うんうんうん、なんかあるかな、まあ、今回は緩くてもいいんだけどか、プレゼンかプレゼンプレゼン最近、あ最近か、でもあんまりか物欲ないもんね、二人ともね。ああ。岡くんってなんかお気に入りのものとかあるんですか？じゃあ岡くんのお気に入りものコーナーでもする？お気に入りのもの。なんかじゃあ探してきて30秒で、30秒待つから。あ、俺、これを、これ。あ。共通の。あれ、まさか。ちょっと切り替える。これね。ちょっと見えないな、これ。全然見えない。あ、そうっす。あ、見えた見えた。なんだっけこれ、カシオの。でも岡君とモデル違うよね。うん、違う。いや、うん、ちょっと違う。僕のやつ F91W ってやつ。あ、F94W ね。あ、そっちの方が進んでるね。で、なんか、うん、これで、僕らこれであれだよね、空港行けない、空港通れないもんね、これ。あ、そうなの？テロリストの人たちがさ、爆弾の、あの、パーツで使うから、これ、あの、今、これのモデル、このチープカッシュをつけて空港通れないって言ってたよ。うん、あー、そうなんだ。補修される。そうそう。これも、なんか、すごい僕気に入ってるポイントは、うん、まず、本当に、なんかコメリとか、あの、こっちにある、うん、あの、ホームセンターがあるんですけど、うん、そのホームセンターで気軽に買えるっていうのと、なんか普通にそうそう、その気になれば700円ぐらいで売ってるし、あとね7年の寿命っていうのがいいなと思った。その電池交換って結局あんましてないから、うん、こういう寿命があるのがいいなと思ってあとねアトピーっぽいっていうか、ちょっとねかぶれるから、これ唯一かぶれないんだよね。このなんかシリコンみたいなやつがいいのかも。これ7年の寿命じゃないですか。はいはい。だけどその店頭に何年いたかが気になりませんか。そう、気になる。だから絶対あれ仕入れの日を書いておいてほしいなと思う。何年ものなのか。そうそうそう。何年ものであとどんだけいけるのか。わかる。明日かもしれないしね。人生と一緒だよ。そう、気になるんですよ。確かにね。買うときね、気になるよね。確かに。ちなみに僕は本屋さんで700円ぐらいで買ったような気がします。うん、僕もなんかそのスーパーっていうかホームセンターみたいな場所で700円ぐらい買ったんだけど、なんか今3年ぐらい使えてるもんね。ああ、これしかも電池交換できないもんね、これね。確か。あ、本当？うん、あ、俺のモデルはできるの？電池交換できるって書いてあります。へえ、じゃあそっちの方がいいか。あの、お店でだけど。へえ、
実はなんか G-SHOCK のね 5600E かな、ソーラーのね結構ちゃんとしたモデルも持ってたんですけど、仕事の時とかそれしてたんだけど、なんかね最近一周回ってもうこればっかり、もうこれしか時計持ってない。いやでもこれは本当によくて、防水、生活防水みたいなかかってるんですよね。だから雨とか水仕事大丈夫だし、そ多うなんだ。分お風呂ぐらいならいけるっていう。で、外仕事してても全然壊れない。3年ぐらい使ってますけど壊れないし、あとこうつけてて、こう手が90度になった時にここの肉が挟まれなくて痛くないっ ていそれうはあるかもね、確かに。結構重要で、仕事とかでこういろんな角度になるんだけど、ここが痛くならない、薄いから。あとなんか意外とそのカーナビと同じで、僕パジェロミニエクシードって車、古い車乗ってるんだけど、カーナビついてなくて、でも iPhone あるから、普通になんかこう iPhone つけるやフォルダーにかければ Google マップがその代わりやってくれるし、G-SHOCK ってもともと暗い中とかでほらなんかね、ライトでバックライトで見れるのがまあ一つ大きなメリットとしてあるけど、なんかもうそれスマホで見ちゃうのね、時計とか。そうそう、だからまあパッと見るんだったら結構これかなと思って、今チープカシオね。なんかねデジタルがいいんだよね、デジタル派かも。すごいカシオがスポンサーみたいなチャンネルな そうだね。ちょっと どうかね、うまく どうなんだろう 無理だろう そう 無理こだんなね、に歌詞を言ったけど、あと200回ぐらい言わないとか。確かにね。なんかそうで、なんか僕なんだろう、筆箱筆ステ箱。ッドラーの、ちょっと見えづらいな、ステッドラーのこうぐるぐる巻くこう革のなんかやつ、これ多分文房具屋に売ってるんだけど、そう、これ結構便利で巻き付け式で、中にね今の体温計とかね こう刺して入ってる、見える、流行りの、いいね。マスキングなんか取った、あ、これわかる？ろうそく？違う、本作るときにこう折り目をさきちっと整えるための象牙の、そうそうそう、わかった。テフロンのやなんつ、でそんな思ってるんですか？これいつでもジンが作れるから、これであれば、そういうこと、そ全部入ってるんう、だ。全部入ってる、必要最低限は。いいこれね。でコンビニですぐジン作ったりする。イーそうトインそうスペーそう、スで コピーして。今もういけないけどね そうそうそう、でもあれすごい便利で、今もアプリでデータだけ入れればもう入力すれば全部向こうで刷れるから、プリンター家に置かなくても、セブンイレブンのコピー機すごい優秀だなと思って、あれで本も作れるし、すぐだからもうデータだけ日頃作っといて、で外出したタイミングでデータを全部お金入れて、そのナンバーだけ打てば全部印刷されるんで、それでもう人一気に持ち帰って作るみたいな。そうそうそう、最近やってないですけどね。すげえな、それはやったことない。僕はもう紙、A4 の紙に両面印刷で8ページ分手書きして、文房具屋さんのコピー機で両面印刷するみたいなるほどね。な。それで30分間占領するみたいな そんな感じで作ってま申しした訳ないよね、あのた。後から来た人ね。そうそうそう。気使うんだよな、あれ。よし、じゃあそろそろ時間なんで、すいません。なんか今度はなんかまとまってゆっくり収録したいね。それか一回一回切ればいいのか。10分ごとに区切って収録を一回やめればいいんだ。ちょっとじゃあもう一本撮るか。じゃあとりあえず1本目はこんな感じで。